ニュースをお伝えします。加算労働党中央委員会第8期第6回総会の決定を徹底的に実行するための茶岩道と梁岩道、南砺市、羅臼市、ケソン市の決起大会が9日と10日にそれぞれ行われました。地元の党、政権機関、勤労者団体、工場、企業、農場、大学などの勤労者と青年学生が大会に参加しました。大会では基調演説について決意の表明がありました。発言した人たちは党中央委員会第8期第6回総会での敬愛する金正恩総書記の歴史的な報告は全面的発展を目指す新たな飛躍の進路を示す不滅の旗印、国家復興の偉大な実践綱領だ。労働党員と勤労者の皆が国家復興の天気を開くための戦いで党と国家、次の世代に恥じることなく、真っ当な努力と並ならぬ革新、誉れ高い憎んで人生を輝かせ、祖孫革命への新たな全盛期を開いていこうと述べました。最後、パレードがありました。祖孫労働党中央委員会第8回第6回総会の結果実行のための青年の決起大会が10日、平壌市青年公園野外劇場で行われました。祖孫労働党中央委員会米道村部長と青年同盟の活動家、市内の青年学生が大会に参加しました。社会主義愛国青年同盟中央委員会ムンチョル委員長が発言しました。文委員長は青年同盟の活動家と同盟員の皆が党中央委員会第8期第6回総会の決定実行で愛国青年の気概を遺憾なく轟かせ、父の革命の偉大で新たな勝利のために社会主義祖国の明るい未来のために邁進しようと熱く呼びかけました。それで決意の表明がありました。大会では敬愛する金正恩総書記に捧げる誓いの文が採択されました。決起大会の前に青年の行進がありました。行進が行われる間に平安体育館広場、凱旋門広場、四番通りなど市内の各所で生徒たちが吹奏楽や歌の合唱で雰囲気を盛り上げました。祖孫労働党中央委員会第8期第6回総会の決定にのっとり、各地の水力発電所で年始めから増産に励んでいます。スプーン発電所では水車の効率を高め、水の管理を科学的に行って第1週間の計画を 17.2 ポイント超過達成しました。保津川発電所でも高水位、高効率と安全な運営のための対策を徹底させて日程計画を上回って達成するなど、水力発電部門の労働者は新年初の1週間だけでも電力生産計画を1日平均14.5 ポイント超過達成しました。祖孫労働党中央委員会第8期第6回総会の決定の実行へ呼び起こす生産コブ活動が平壌市で活発に展開されています。市内の要所で毎朝行われる女性同盟員のアジ活動は勤労者を大いに力づけています。キムジュンスク平壌防食工場での生産コブ活動も年始めから増産に励む工場の労働者を大いに励ましています。市内の大学生も主な工場と企業でコブ活動を展開し、労働者の意欲を燃え上がらせています。教育図書印刷工場で新学年の教科書の生産に励んでいます。工場では内部の潜在力を積極的に引き出し、自らの技術力で生産での懸案を解決しています。教科書の質と産量ともにハイレベルで保証しようとの従業員の熱意が高まる中、生産で集団的飛躍が起こっています。以上でこの時間のニュースを終わります。カンソニがお伝えしました。こちらは祖孫の声放送です。祖孫のスポーツ選手の名が付けられた機械体操の突破、その1、リーソンソプ飛び。
界体操連盟は競技で選手が難易度の舞台へ新しい機械体操の動作を見せるたびにその動作を審議し、初めてその動作をこなした選手の名を付けて呼んでいます。連盟に登録された機械体操の動作の中にフリーソンソプ跳びがあります。フリーソンソプ選手は1972年の第20回オリンピック大会の鉄棒で2回宙返りひねり着地の動作を見事にこなして、専門家と観客の絶賛を博しました。鉄棒の着地動作の一つであるこの動作は体力や技術の面で優れ、分けてもスペースでの高い均衡感覚を要する動作で、当時世界体操界の名だたる選手も考え及ばなかった動作でした。リーソンソプ選手は難易度の高い技術の動作を完璧に成功させ、世界を圧倒と言われました。初戦のスポーツ選手の名が付けられた機械体操の動作であるリーソンソプ跳びをご紹介しました。第一次的な重要政策の課題。諸村労働党は政治的な変革をもたらす一大革命で、人民が最も喜ぶことである住宅の建設を第一次的な重要政策の課題に示しています。党中央委員会第8期第6回総会拡大会議は、今年首都建設をもっとスケール大きく行い、農村建設にさらに力を入れることについて示しています。今年平壌では佐々地区の第2段階の1万世帯の建設とともに3700世帯のニュータウンがさらに建設されます。第8回党大会では2021年から2025年までの5年間に平壌に5万世帯の住宅を建設することを政策化しました。これによって2021年に孫新孫八区の1万世帯の住宅建設が行われ、2022年に破損地区の第一段階の1万世帯の住宅建設が推進されました。2023年は平壌市の5万世帯の住宅建設の3番目の年です。住宅建設を計画通りに進めて1万3700世帯を建設するなら、平壌市の5万世帯の住宅建設を5年間より繰り上げて完成することができます。今年諸村では2022年の経験を踏まえて農村建設にさらに大きな力が入れられます。昨年党中央委員会第8期第4回総会の決定により、国中の各市郡で農村住宅の建設が始まり、地元の特性を生かした多様な農村住宅が至る所に建てられました。これは農村住宅の建設を本格化するための強固な土台となります。諸村を住宅問題を一番先に解決した国にしようというのが、まさに第8回党大会が示した建設政策の中核です。第一次的な重要政策の課題、講談師とお話ししました。